私はこのセントアンドリュー女学園の教師をしてる曽我孝子さ。あんただね、うちの子に次々と声かけまくってるってやつは。こんな仕事してるとさ、結構ストレス溜まってね。元ヤンキーがする仕事じゃねえよな。で、たまには息抜きでもしないとやばいと思って、今から温泉でも行こうと思ってんだけどさ、一緒に行かない？どうせ暇なんだろ。さあ着いたよ。私は一風呂浴びながら日本酒でもやってるから、あんたも温泉入ってきたら。よ、待たせたな。真っ赤な顔してあんたも飲んでたのか。え、泊まるところ？私と同じ部屋じゃ嫌なんてな。ちゃんと取ってあるから安心しな。私の部屋312号だからさ、後で遊びに来ないよ。